はい、おなじみの汚いバイク小屋です。はい、先日買ったミニトランギア、これですね。これで実際米を炊いて、あと蓋のフライパンで何か作って食べていきたいと思います。結構ね、風があるようなんですよね。このバイク小屋の前はちょうど北に向いてるんで、北風が入ってくるんですよ。これバーゴの風よけなんですね。アルミで軽いやつなんですけど、これをねちょっと囲ってみます。だいぶ違うと思うんですよね。はい、以上ね見ていただいたんですけど、こちらのミニトランギア、まずね感想から言うと非常にしっかりとした調理器具だなと、いうのが、第一の感想ですね。しっかりとしたっていう意味は、こういうアルミ製品にありがちなねこうペナペナ感がないですね。まず一番思ったのはこちらの蓋兼フライパンですね。これもねこうかなり肉厚でね、しかもこれテフロン加工だと思いますけど、普通に家庭で使うテフロンぐらいのこれ多分分厚さがあると思うんですよ。相当タフな使い方しても大丈夫なような気がします。その分そんなにね思ったほど軽くはないんですけど、長く使う分にはこれ非常にいいかもしれませんね。僕の場合これ今日1回使ったばっかりで総評をしちゃうのもなんなんですけど、今日は肉を焼いてみたんですが、家で使ってるフライパンとほとんど差はないというのが正直な感想です。これは可もなく不可もなく、これでもう70年ぐらいこのスタイルでやってるんで、もうどうでもいいんですけど、ちなみにねこれちょこっとこう見ていただきたいんですけど、これねクリップつけてるんですよ。僕 S ビットのはここにクリップついてるんですけど、トランギアのクリップがついてないんで、これ消火蓋をかぶせるときにペンチで掴んだりいろいろね大変なんですよね。でそれなんでねこのクリップをつけてます。ちょっとこんな工夫をしてます。でこのパンハンドルに関しましては、実際使ってですね思ったのは、非常に華奢な作りではありますけど実用ギリギリレベルかなと思います。フライパンこちらで使う分にはもう全然問題ないと思うんですが、やっぱりこの中にご飯が1合入った状態でこのように掴んだ場合、非常にやっぱり重く感じますよね。でましてやねこれを持ちながらこうご飯を食べるっていうのはちょっと無理かもしれませんね。これの使い方はねバーナーにくべるとか、あとはね暑い時にこれで移動するとか、そういった限定的な使い方になると思いますけど、ただ実際これ非常に軽くていいんですよ。こういったものっていうのは軽さと丈夫さがね反比例しますから、これはこれであっていいんじゃないかなと思います。あとこちらの五徳ですね。これはね僕散々紹介の動画で言ったんですけども、邪魔で大きくてしょうがないと、もう早速質問をいただいてるんですけど、これはこれでいいけど暴風効果はどうなんですかっていうの質問がありました。今日うまい具合に風が吹いてきてくれて分かったんですけど、あんまり暴風効果ないですね。ないよりはマシ程度ですね。全く使えないかっていうと全然そんなことないですよ。これね大きく見えて軽いんでね、この中占有する面積がでかいっていうだけの問題で、これ自体非常によくできてますが、暴風効果だけ取ってみるとそうでもないなと。今日動画で使ったバーゴのアルミの風防ありますね。だからそれと併用して使うのがいいかもしれません。はい、最後に鍋ポットですね。これは実はね今回使う前に米の研ぎ汁でシーズニングしてます。シーズニング必要ないって方も、いや必要だって方も両方いらっしゃる。それはもうどっちでもいいんですけど、僕の場合は無垢のアルミ使う時は必ずシーズニングしてるんで、そういった理由でシーズニングしました。僕ね今日これを持って生姜焼きを丼にしてねこう食べてたわけです。でねふと思ったのは、器を手に持ってお箸で食べるっていう暮らしをですね子供の頃からやってますから、そういった点では非常にこれが手に馴染む大きさですね。そんな感じで基本性能はもう間違いなくトップクラスです。以上が感想でございます。動画のご視聴いただきましてありがとうございました。かっぱぱでした。